トップフリルのトートバッグを作ります。こんな風に、上の方にフリルが付いた可愛らしいバッグです。大きさもちょっと大きめの使いやすいバッグです。まず、表布と裏の布。そして、トップフリルの布、表布2枚。 裏の布2枚そしてハンドル持ち手ですねこの持ち手には薄いあの表布の方に薄めの芯を貼りましたそして入れ口のところの金具これマジックボタンですけどもこれも百均で買いました この布の中心、上から3センチぐらいの中心部分、ここに印をします。そしたら、こうして印のところに穴を合わせて、また印をして、こうしてリッパーで穴を開けます。 とりあこの爪を中に入れて。ついこの止めの金具、これを入れてこうして爪を折っておきます。両方します。そしたらもう1枚の布の方を合わせて、縫い代 1cm で3箇所この字形に縫います。こうして縫いました。 そしたら角はこれ分厚いもんですから角はカットしてそして縫い代も少し少しカットしてこれ返しにくいですからあんまりやるとこれちょっとあのギリギリのサイズなもんですから返しにくいんですけどもできた時にやっぱりあまり大きいとなんか不格好ですからこのサイズにしました。 そしたら角をこうして針とか目打ちで。綺麗に整えてアイロンをかけて。そしてステッチをかけておきます。この持ち手です。持ち手は。やっぱり表布に薄めの芯を貼りました。 そしてこうして裏の布と表の布を中表にして1センチぐらいの縫い代これで縫いますそしたらこれを割ってアイロンをかけますね。 あ、肩倒しです。わらわらなくていいです。肩倒しにしてアイロンをかけます。そしたらこんな風にアイロンをかけて、三センチから三センチ五ミリぐらい、三センチ五ミリですね。三センチ五ミリになるようにアイロンをして。 そして裏の布を少し表布より控えて、そして両側ステッチをかけます。日本ともステッチかけます。ステッチかけました。この時あのー、糸は裏が見えるものですから、糸はそのグリーンの裏の布の色の糸に変えました。 次に袋の部分ですねボディの部分ボディの部分なんですけども上の上になる方にこのトップフリルの裏の布を取り付けますからアウターにーこの中のもの中の布裏布裏地それが つく感じですね。トップの方につきます。これ裏地ですね。裏の袋、これはハスのポケットと普通のポケットをつけておきました。そうしたらこのセンター。トップのセンター。上のセンターですね。真ん中、ここに先ほどの金具中心に金具。この。 飛び出た方出た方を下に向けて。仮に留めます。持ち手は端から 10cm。反対側も 10cm。10センチ入ったところから。そこを目印にして仮止めします。これ仮止めしとかないとすごく縫いにくいですから、仮止めしといてください。 反対側の中心の金具ですけど、これはへこんだ方、へこんだ方を表にして、そして仮止めします。同じように十センチ、十センチ、十センチですね。端から十センチずつ、こんな風に仮止めしました。そしたら裏の裏の袋の布に。 表のトップフリルを縫い付けますこんな風になるので上,上下のある生地の場合は気をつけてくださいハンドルの方に持ち手がある方に上がきますでこうして中表にして縫います 抜きました。このボタンの飛び出た方は下向きそしてもう一枚の方のボタンがへこんだ方それは上向き。 になってますね。こうして下倒した時にですけどね。次に、だいたい13センチ角ぐらいの四角い紙を用意しまして、これを三角に折ります。そして下から12センチのところに印をして、下から3センチのところにも印をして、3センチから直角に1本線を引いて、 その線を引いた最後のところと1 2ンチのトップのところを結んでこういう型紙になりますね。これをカットします。そしたらこの布のボトム底の部分底の部分にダーツを取ります。これがダーツの型紙になるんですね。 そして、これ直角に合わせて、端と端をきちっと合わせて、こうして印をします。これを全部印しますね。そして、こんな風になりますよ。こんな風になって、三角に折って、ダーツを縫います。 8箇所ありますね、全部で4枚の両側ずつですから8箇所このダーツの大きさとかこう深さとかそういうのでバッグの形が変わってきますねなく,なくてもいいんですけどもあるとバッグはすごく使いやすいですよそしたら今度このお皿1 7ンチぐらいのお皿を用意して別に型紙取ってもいいんですけど こんな風にしてカーブ、ほんのちょっとのカーブだもんですから、これを利用して、カーブをカットします。丸い感じにするんですね。そしたらこの裏の袋は裏の袋で中表にして、今縫ったところ。縫ったところから6センチ、下がったところ。下がったところから、 開け口を残して、そこだけ縫います。下の方だけ縫います。袋の表の方の袋、表の方の袋は同じように6センチ下がったところから縫うんですけども、こちらは開け口がいりませんから、ぐるっと底のところをずっとぐるっと縫います。 こんな風に縫えてます。これ縫う時に縫い目とこの今のトップフリルとの縫い目と縫い目を綺麗に合わせて縫っておくと。次にフリルのところを縫う時に綺麗にできますね。裏は開け口が開いてます。で、こんな風に同じように縫いました。 そしたら表の袋をこういうふうに表にして、して裏の袋の中に入れます。これが中表になってます。そしたらフリル部分、フリル部分を縫い合わせていくんですけども、この時にワイヤーの開け口を開けておく、おきます。 ここで糸を切って縫わないと縫えないですこの場合はこれはあの木の持ち手のバッグとか開け口がこうあ,ある分バッグの場合はこういう縫い方ですので覚えておかれるといいと思いますそしたら今縫った この縫い合わせたの、フリルの縫い合わせた位置。一から一センチ。そこから二点五センチ。一センチと二点五センチ。ここに印をします。これは縫い残す。縫わない部分ですね。反対側。 反対側も1センチと2.5センチ。これに印をします。この2.5センチのところを縫わないですね。縫ってはダメです。そしてぐるっと回り。 反対側は縫っちゃっていいです。2箇所だけ。2プレイス、ノーソー。ぐるーっと縫って、糸を切って、また縫ってっていう風ですね。そ縫い合わせします。こんな風に、10文字になってる感じです。 塗らないところを確かめてくださいねこれ縫っちゃってるともう違う袋の形になっちゃいますね <laughs> そしたら開け口から返すんですけどもこの時にフリルの角角のところはこれアイロンしておいてもいいんですよアイロンしておいてもいいんですけどこうして。 折って手に持って返すと綺麗ですね。これ全部4箇所全部それでやっていくと角が綺麗にできます。返しましたらやっぱり角を綺麗に整えてそしてアイロンで押さえますね。 綺麗にアイロンをかけてください。そしたら、今の縫ったところ。そこ、開け口を残して。開け口は縫わないで、ステッチをかけます。ぐるっとステッチをかけました。 そうしたら今のトップフリルの部分縫い合わせたところの上 1cm 同じですね 1cm と 2cm5mm1cm、mm、のところと 2cm5mm のところ両側ここにステッチをかけますここがワイヤーの入る部分になりますね。ステッチをかけました。 そしたら、次に今のステッチをかけたところにハンドル持ちてこれを止めつけますステッチをかけた同じところですその上に 叩きつける感じですね同じ位置4か所ですね。 次に牛乳、おなじみの牛乳パックこれ2 3センチの長さと 1.7cm の幅のものこれを4つ用意しました4枚長さが足りない,でなりないのでガムテープでついでありますけど全然問題ないです1枚ですねでこうしてワイヤーを中にこう挟み込む感じで作ります両側に穴を開けます まずワイヤーですね。ワイヤーはこうして、このお折れてるところ、折れてるところを利用して、今切った牛乳パック、この長さに合わせて、はみ出さないように。ちょうど収まる感じ。多少のことはいいんですけどね。そして輪の部分が、 継ぎ目が来ないように、中側の方に継ぎ目が来るように。こうしてカットします。この輪の部分はあんまり細くしてしまうと。あの縫い付けがちょっとしにくいですね。 そして牛乳パックにこうして両面テープを貼り付けます両面テープにこの紙を剥がしてこのワイヤーを貼り付けますそしてもう一枚の牛乳パックにまた両面テープを貼り付けしてそしてサンドイッチにします ワイヤーのサンドイッチ、これを二つ作ります。Two piece。で両端に穴を開けますね。この穴は少し大きめ、少し大きめに穴を開けてください。 このように、先ほどのワイヤーの輪の中。輪の中に、大きめの穴を開けてください。そしたら、これを先ほどの。 縫ったところ、ステッチをかけたところ。この中に入れ込みます。そしたら上からこう探って。穴のところに。通しますね。そして端まで。 入れ込んでそして針で先ほど開けた穴穴に通します反対側もそのように しますね、これあの厚みがあるもんですから2センチ5 m、mm、m で 1.7cm の牛乳パックなんですけどもあのちょっと入れにくいかもしれないですちょあの縫い方によっては。もこれあんまり緩いとあのフリルが綺麗に固定されないので多少きつめの方がかっこいいバッグになるんじゃないかと思います。 そしたら。こうして。糸、糸、これ白ですけども、バックの表の色の。糸でいいと思います。こちら側は見えなくなりますので。こうしてしっかり。縫い止めします。 しっかり縫っておいてください四箇所四箇所縫えました そしたら次に、このフリル、こう下にた垂れるんですけども、下に垂れることの、うん、位置のところ、今のワイヤーの通ったところになるんですけども、これをちょっと軽く止めておきます。四箇所、両端4箇所ですね。これ止めておいた方が形がいいし、 ペロンって帰ってきちゃうもんですから、ひっくり返ってこないように、打ち止めているといいと思います。ちょうどこのフリル、トップフリルと下の布との境目ぐらいのところになると思いますね。 で、最後に、この、底の開け口。これを綺麗に塗っておきます。あとはフリルをこう。綺麗に整えて、形のいい。膜になるように整えますね。これで完成しました。